オアフ島。上が北。右がコーラウ山脈、左がワイアナエ山脈。コーラウ山脈は、アメリカ合衆国ハワイ諸島のオアフ島の東側、あるいは、風上側にある山脈。縦状火山が侵食されて残ったもので、オアフ島の面積の約3分の2を占め、島内最大規模の山地を形成している。 最高峰は960メートルのプーコナフアヌイ。コーラウとはハワイ語で風神を意味し、その語源はトケラウといった地名と同様である。コーラウ山脈はオアフ島の東岸に面し、南岸にはシュウとホノルルが発展し、山脈の斜面や谷に住宅地が作られている。ハワイ諸島はホットスポット上の火山島として形成され、オアフ島は ワイアナエ火山とコーラウ火山という二つの縦状火山で構成されている。コーラウ山脈はコーラウ火山が東側への大規模な海底地滑りを伴う侵食期を経て溶岩の稼働となっていたリフトゾーン付近が侵食に耐えて残ったものである。地滑りは北東の海底に約2 3 0トルにわたり巨大な残骸として横たわっている。 ハワイ諸島の海底地形。オアフ島は中央上。地滑りによる地形がわかる。コーラン火山は180の260万年前の放射年代を持つ玄武岩体から構成される。コーラン火山が最初に海底から噴火したのは250万年以上前と考えられている。当初は海底火山であったが、 その後海面に達して170万年前に旧火山となるまで成長を続けたと考えられている。その後火山は約100万年にわたって休眠を続け、その間に当初は滑らかだった縦状火山の斜面は侵食によって削り取られ、さらに山全体がかなり沈下した。高浪火山の最高地点はもしかすると3000メートルを超えていたかもしれない。 コーラウサンミアク南部では、約100万年の旧式を経て、約40カ所以上にも及ぶホノルルの火山性地形と、呼ばれる、独立単性火山群が形成された。約86万年前以降とされている、この火山群の噴火の平均間隔は4から5万年である。最新の活動期と考えられるココフィッシャーが3万年、前頃であり、 将来新たな噴火が生ずる、可能性は否定できないと考えられている。この活動によって、ダイヤモンドヘッド、花馬湾、ココヘッド、パンチボール、タンタラス山、ソルトレークなどの火山地形が生まれ、オアフ島南部のランドマークとなっている。ありがとうございます。